やる前から疲れてる。いや僕ね、いつも収録する前にあの歌を歌ってるんですけど、歌いすぎて疲れちゃったということで仕切り直して、はいどうもピオキングです。今日はですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で今日の一発マリオ、ワンテクアスモールスモールギャップ、小さな小さな隙間ということで、このコースなんですけど、このガリガリはですね、ジャンプしてゴールバーに届くぐらい低い位置に設置されてるんですよ。だがしかしですよ、クリア率は 0.34%、 相当難しいんじゃないかな。880人してまだ3人しかクリアしてないもんね。コインを全て取ってからゴール、コインとかなかったやんかコインとかないやんか、コインとかないやんかえ待って、うわ、ガリガリの裏に隠されてるね、あれを取れってことか。わかりました。じゃあ後ろから行けないね、前から行く感じかな。ということでここで最速クリア見てみましょう。1秒ってことはもう走ってシャガジャンのクルリンで行ったと思います。ちょっとやり直して、これで行きます。私これで一発クリア行きますよ。おいしゃがんでねいやしゃがんだら今のいけてたかもしれない。ちょっとしゃがんでみるで、おい、あ、見て見て、ほら、いけたんだけど、フルチョやんか、ゴールに、今のゴールでよくない？コインを取った瞬間すぐ左に戻るみたいな。うまくない？逆に。これ勢いつけすぎたらいけないね。コインを取った瞬間に左を押さなきゃいけない。多分そんな感じでしょ。やっほークリア率上げてやったぜ。いや、非常に素晴らしいコース。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース。P in the sky。ピエパイやっていきましょうか。うわ、今回ゴール条件あるバルーンバリオのままゴールって書いてるね。初めてじゃない、ゴール条件であのトロールって。まあ、そんな初めてじゃないかもしれないんですけど、一旦このオープンブロック叩きます。うわ、なんもね、絶対ここね下罠だと思うんですけど、入っていきましょうミスター入っていきましょう。ちょっと期待したな。よし、それじゃあ最初にこのメットを持って、なんかこっちに鉄球がなんか出るんじゃないの。このメット何の意味もなくない？かぶってって、ここ、あ、ボム兵が出てくるのか。わかった、ボム兵で右を壊す、このブロックを壊す、そしたらドッスンが出てくる。うわ、なんもない、普通に正解か。うわ、かぶったらいけねえみたいな感じか、ここ。大丈夫、一旦このまま降りていい？なんかあってなんもねえ。それじゃあ一旦ここでかぶらなくて、上、ここ足場あったんだね。一旦ここ置いておこう。あ、置いておくって言ったじゃんか、何かぶってんのよ。それじゃあ仕切り直そう。一旦さ、爆弾で右の壁を壊してからのこのメットの帽子を持っていって、上、ここで上だよ、いけ。どういうことですか。あ、わかった、ここで一旦取っておくんじゃないの、このコインで。ここで上に投げて、そうで、ここで入れる。あ、やっぱそういう感じね。うわ、待って、やめて、何もしないでいい。おだいたいこういう時はね、何もしないでいいのがね、鉄則だよ。うわ、ここ上、右、どっち行く。上行こう。こっちが、何入れた。よし、オッケー。いやー、うわ、こっちで正解っぽかったんだけど、ジャンプしてしまったね。右なんかあるんだろうね。右めっちゃ気になんない？右めっちゃ気になるよね。L が見えた、 L が見えたってことは多分ね、バカとかそういうことを書いてるはずなんですよ、コインで。じゃあここは、合ってる、合ってるよね。で、キノコが出てくる。いや、頼む、キノコ出してくれ。うわ、なんも出ないか。じゃあ一旦ちくわブロックに乗って、このまま P を取りますね。おいそこで隠しブロックはないぜ。それじゃあこのハテナブロック叩きます。何が出る、なるほど、キノコ。待ってよ、そこキノコもう入ってんじゃんか、もういないでしょ。じゃあここで早めにジャンプしよう。はっ、そこもあんの？キノコ出した瞬間右で取る。よし、そして右に行こうか、こっちに行きます。多分下はね、罠だね。オッケー。うわ、やべえやつだ、この音楽やべえやつだ。大丈夫、なんて書いてるの？ヒントダメじゃねえか。ヒント何？
THR スロー、スローだね、スローボーム、そしてアップ、ゆっくりボム兵を上げろってこと。あ、ここ最初の画面だね。なるほど、そういうことか。最初の画面のこの矢印のところにね、ボム兵を投げればいいってこと。一旦ね、なんか右が壊れたんですけど、こっちは何があるんでしょうか。はっ、よし、戻れるのかな最初に。ほねー、ということでね、この真ん中の場所だね、ここにボム兵を投げつけます。そしたらどうなる。え、なんか、待って、キノコ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 危ねー待って、そしてこのメットはいるはずだからね、きっと。で、あら、キノコ取ったらいけんくないですか。一旦じゃあ投げた瞬間右に行く。よし、うますぎ。で、ここで何もしないでいい。ちょっと、さっきと違うやんかー。こっちで合ってんのかな。大丈夫、いや大丈夫だね、きっとね。ここでもキノコくれるはず。よし、でまたキノコ取るでしょ。え、なに、こっからもう一回右に行け的な感じかな。それか、下に行ってみる。で、叩く。やっぱダメだよね。わかった、ここになんか出るパターンじゃないの、この四角。うわ、なんも出ねえか。なんも出ないってことは、このまま一旦さ、このキノコ状態で右に行く。そう、そしてもう一回キノコ。あ、ここで風船が出るの。待って、取れ。いや、取ってよ。ちょっと待って、手伸ばしたら取れるじゃんかそれ分かった、あのピーを取ってこの土管に入ればいい感じだね。ということで、この状態でピーを出します。ピーを出してつららに当たってでかくなる。そうで、この状態でいけるのかな。おし、来た。で、右ゆっくり行こう。慌てんでいいよ、ここは何もないからね、やられる要素がないから。よし、オッケー。そして次は、え、待って、意味わかんない、どうしよう。これ右と左どっち行く。なんとなく左行きます。もうこんなの2分の1やんか。合ってたんじゃないよ、こっち。たまには2分の1も当てるよ。ブッブーじゃねえよ、ブッブーじゃねえよ、うそやったまさかのゴールかよ。それじゃあね、さっきのトロールコースめっちゃ早く終わってしまったんで、ずっと前からですね、気になってたトロールコースがあるんですよ。このマリオ 3D ワールドのトロールコースなんですけど、ハートの数がめちゃくちゃすごいんですよね。ただちょっと詳しく見るを見てみると、コースがめちゃくちゃ短そうなんだよね。そしてベストタイムも7秒。まあベストタイムのことは置いとって、この 3D のトロールコースやっていきたいと思います。まあ2000もあればよっぽど素敵なコースなんだと思うんですけどね。あれなんか速攻取れたんですけど、え、大丈夫かなこれ。一旦上行くよ。なんかトロール要素がね、まだなんかね、ないんですけど、これ下に行きます。これもしかしたら鍵取っちゃいけないみたいな感じかな。うわ、やっぱりそうか、ドンとジャンプ。なるほど、ジャンプをしたらいけないっていうコース。え、ここジャンプしないでどうやって渡んの。ちょっとジャンプしてみていい。はい。うーわ、鍵取ってしまうか。これジャンプしないでって結構むずいね。幅跳びはいけんのかな。ちょっと幅跳びしてみていい、こっから。はっ、うわ、ダメだ、幅跳びダメっぽいね。それじゃあ木箱一旦投げてみよっか。あのブロックの上に投げます。そしたら降りてくる。この木箱をハテナブロックの上に置いてみよっか。このハテナブロックの上に綺麗に置いて、こっから走っていく。そうしてみよう。おい、やったこういうことか。なかなか頭使うね、ここ。そして下に行ける、そんな感じか。そして次に進めるのか。ここはピンクコインコースかな。うわ、マジかよ、短いコースじゃないの、ここ。短いコースと思って、短いコースと思ってここやったんだよ。うわ、全部ジャンプ禁止か。それじゃあ赤土管に入って、一旦木箱に乗ろう。この木箱に乗って、やっぱ右行けないもんね、透明土管のところ。なんでこのまま下に行ってさ、木箱が上に来る。そう、多分それで行けると思うんだけど、こっからどうしよう。多分あのカロンを持ってくる感じになるのかな。一旦そうしてみる。ここに落としてみようか、こう。そしたらなんか変わる。カロンがこっち来る。やっぱり
そしてどうなる？カロン、わかった、カロンを踏んづけて土管の方に行ける感じだね。いやきっとそう。こっから一旦ね、カロン踏んづけてみていい？はい、やっぱそうだ。よし、でこれで1個1個ゲットか。じゃあ意外と短いかもしんない、ここ一つ一つが。ということで次は左のドアに入りたいと思います。ここはどうやってジャンプしないでいくんでしょうか。これはこうだね、多分きっとこのくるりんでどんどん上にやってって、そしてどうしよう、こっからヒップドロップだね。ヒップドロップして、そんでこの木箱を持ってこの場所に置く。そしたらもういけるんじゃないかな。もう一回アタックするでしょ、くるりんアタックして、このままドアに入る。よし、オッケー、よし、これで2つ目のピンクコインゲットか。いやめちゃくちゃすごいね、このジャンプしたらいけないコースって。よく作られてんなと思うんですけど、ジャンプしたらさ何が発動するんだろうね。だって全部のあれだよ、全部のところをジャンプしたらいけないんだよ。じゃあここは一旦左の透明土管に入ろっか。透明土管に入ってパウブロックをね、あの雲の上まで持ってこなきゃいけないと思うんだよな。このちくわブロックとか怪しくない？ちくわブロックを落として一旦この下にパウブロック置いてみる。じゃあここでパウブロック発動する。あ、バネが出て、こっからもう一回パウブロックを発動させようか、左上に。そしたらね、多分木箱が出てくると思うんだよね。はい、いや木箱じゃないのか、こっからパワーブロックを持っていけばいいのね。でこのままね、右下に行ったらきっといける、この辺。そして走る、でもう一回渡る。やった、頭めちゃくちゃ使うよここ。それじゃあラストの土管入っていきましょう。それじゃあここはキノコがあるね、このキノコがこっち来ないからね。じゃあこの下の透明土管に入るしかないと思います。ほっ、変われ、うわ何も変わんねえの。多分ここコロリンせないかんね、コロリンっていうかクルリンせないかん、こうこういう感じ。そして左に渡ってキノコ取ります。これでいいでしょ。でこのまま、あ渡れんね、もう一回クルリンかな、もう一回してみるね。でこのまま右に走っていく感じ、よし。でここは下に行ってからスネークブロックに乗ってどうする、どうする、どうしよう。で右行った、一旦右に帰ろう。これで合ってんのか、本当に大丈夫。えスネークブロックどこ行った今。でこのままオンオフを変えて左に行けば行けるんじゃないの。うわ分かんねえ分かんねえ、えさっきのスネークブロック、あいやこれで合ってるよ、ほらあの竜巻がね上に上げてくれそう、ほらほらほら、で下に行く、これでゴールでしょ、やっぱせーよし終わったね。ここでなんか最後に騙しっていうのがなさそうな気がするんだよね。だから安心してゴールができると思う。うわここも最後あれだね、ジャンプしたらいけないパターンなのかな、どうなんだろう。一回ジャンプせんでゴールしよう、このまま右に行こう。バネ邪魔すんじゃねえ。このままゴール行きます。まあここでジャンプしたところでまあ何も変わらないと思うんですよね。それじゃあどうもご視聴ありがとうございました。7秒の意味わかんねえな。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。